ということで J リーグも30周年に入りました。30周年ということで記念にオマージュしちゃいました。これからワクワクドキドキさせるこの J リーグ、ガンバ大阪応援していきましょう。さて今回も新加入選手、続々とご登場していただきたいと思います。行ってみましょう。カジ散歩。さあ今回のゲストは今シーズン新加入しました、半田陸選手に来てもらいました。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。練習後にお疲れのところありがとうございます。カジ散歩は、カジ散歩はあの江川選手のやつを見てきました。なるほど。ということは今年に入ってみたということですよね。はい、山形ではまだ浸透してなかったですか。山形では浸透してなかったのでこれから僕が浸透させていきます。あ、山形の選手にもよろしくお願いします。はい、絶対見ないですよ。もう初めてのこの J2 から J2 山形から、まあ、J1 にデビューすることになって早速もうスタメン、開幕スタメンを取りましたけども、どうですか、デビューして感想は。このガンバ大阪というビッグクラブでサッカーができる喜びをすごく感じてますし。勝たない勝たない。いや、硬い質問じゃないですか。いや、もっとラフに言う。あ、ラフに、うん、嬉しかったよとか。そうですね、まずはやっぱりすごく嬉しかったですね。こうオファー来た時どうだったの。オファーが来た時は、うん、すぐ山形捨ててすぐこっちに来た。いやいや、そんなことないです。すぐ行くって。山形で J1 昇格っていうことをずっと目指してやってきたので。そうやね、なんか山形っていいサッカーしててね、はいはい、もう惜しいところまで来てるけど、あと一歩っていうところでね、去年もね、はい、残念なシーズンでありましたけど、それは嬉しくいいよね、はい、どうですか、大阪の空気は。大阪人、人空気は。大阪はちょっとまだ慣れないですね。でもさ、山形弁とかでないの。山形弁あります。山形弁の人と話すとめっちゃ出ます。え、いいねそれ。ずっと絶対どこ行っても関西弁やから。カジさん大阪、どちらでも気持ちは東京やねん俺。東京生まれヒップホップ育ちって感じの感じやねんけど。めっちゃ受けてくれるやん。好きやわ、もう毎回呼ぶ。ありがとうございます。毎回呼ぶ。でガンバ大阪、ポヤトス監督どうですか。でもクラモフスキー監督となんかちょっと似てるようなサッカー。また違いますね。クラモフスキーは結構人が動くサッカーですけど、こっちはボールが動くサッカーっていう感じですね。なるほどね。この2試合 その戦ってみての感想は。まあ、やれる部分もありますし、もっともっとやらなきゃいけないなっていう部分もありますし、ちょっとどういうふうに自分の特徴を出していくかっていうことを探しているところですね。まあ、J2 の山形から今年初めての J1 に上がってきて、まあ、そのスピード感とか、あの、まあ、守備の部分、まあ、攻撃の部分というところでまだもうちょっと慣れが必要なのかなっていう感じはしますよね。やっぱ特徴はやっぱりディフェンスなので、ディフェンスで粘り強く守備をして攻撃にいかにこう前線と絡めるのかっていうところがもう少し出てくれば、かなりあの守備はきっちりあのできる選手だと思うんで、まあ、その辺の攻撃力っていうところをさらに高めていってもらえればかなりいい選手だと思いますね。うんうん。この2節で見てみてもやっぱボールポゼッションというか、自分たち主体でボール持てるようになってきてるんで、回せるようになってきてるんで、まあ、あとはもう本当残り3分の1の決定力とかバリエーションとかっていうのをやっぱ各選手の特徴を見ながら、どういうところにボールが入って、その後に入ったボールに対してどういう動きをしていくとかっていうのはこの練習の中でやり込んでいく必要はあるかなっていうのはあるかな。カジさん、はじめまして。よろしくお願いします。カジ散歩。石川くん。カジさん、カジさん、お疲れ様です。全然喋ってないよ。いやいやいや
俺はもう東口とか谷高生もうあんなもう俺石川応援するわ。いや嬉しいな、ほんまに俺そうこういう人間好きやから。そうやって東口にも谷高生にも言ってんねんけどそれは言っちゃダメ、それは言っちゃダメ、それは言っちゃダメ。よろしくお願いします。ありがとうございます。ミーティングしてよ、行くよ。おー、うまいうまい、うわー、なんだこら。どうですか、新加入の選手とかもそうですけど、コンビネーション的には直くんとは熊本も山形も結構似たような攻撃の仕方だったので、そこは直くんとは同じイメージはできてるとは思うんですけど、僕がその立ち位置に行けないのでっていう感じで、アラノは自由に動いてたので、そこのスペースを僕が使ってっていう感じでしたね。もっともう俺らとかだったらもうもっとなんか行ってほしいなっていうので、はいはい、すごいそこで葛藤があってね、やっぱりね、はい、そうですね。山形とガンバやったら今全然環境も違うし選手も違うし、はい、その辺もなんかちょっと違和感あるというか。そうですね、環境はすごくいいですし、練習の質も高くて毎日すごくこう楽しくというか成長できてるなっていう風に感じますね。楽しめてる？楽しめてます楽しめてる、はい、あ、よかった。サッカーも楽しい。サッカー楽しくやれてます。やれてる、はい。まあ、開幕戦迎え、J1 で開幕戦迎えてって、なんかファンサポーターとかそういうのってもうすごくすごいなって感じる。やっぱりすごかったですね。バス入っていくじゃないですか、うん、その時のバスから見える景色もすごくて、ここの開幕ね。あ、そうです。ここのホームスタジアムでね、はい、めっちゃすごくてもう鳥肌立ちましたし、これファンサポーター大事だからね。でも全然違うじゃんやっぱり、あのファンがいるのといないのとでは全然。そうですね、やっぱり全然違いますね。応援もすごく力になるので。無観客も経験した？しましたね、うん、したよね、はい、なんかそれ全然違うね。アドレナリンの出方が全然違うよね。そうです、観客はもう本当練習試合みたいな感じなので。まあその中ででもなんかこう参考にしてる選手がいる？右サイドバックでやっぱ守備だったら酒井宏樹選手。勝明じゃない、攻撃今の選手。あ、いや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 、それはいいいいいい、そんなんいいよいいよいいよ。で攻撃だったら、まあ、山根選手みたいな。で、その2人が合わさったのが梶さんみたいな感じ。あ、うまくまとまりましたありがとうございます守備は酒井選手、攻撃は山根選手。いや、そんな選手になってほしいけどね。なれる可能性十分あるからね。パスを受けた後のプレーは、せーの、ドン。絶対これやん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 。会社ズルしないでくださいよ。してないやん